皆さんこんにちは。今回は、薬術の編成についての解説動画。おすすめ編成と、その代だとかを紹介します。はい、まずは二老開花ですね。二老開花において薬術のできることは、行く空きやエランを採用可能にしている点です。まず、水側でヒーラーがいらないのでここみを抜くことが可能です。あるいはここみを入れるとしても完全に熟知森にすることが可能になって、ここに単品では、回復積まないと、最近の螺旋事情もあり事故りやすいのですが、薬術がいれば問題がありません。療養の場合と比較して、裏からの継続時間が長かったり、表に出る必要があまりないので、新しい一手でしょう。編成パターンとしては、水の枠をエランや行く空きにする。タルタリアだと多分水付着過剰になりそうですが、アヤトはちょうどいいと思います。療養の場合は、どうしても療養が表に出て爆発使わないといけなかったので、ある意味アヤトを入れた二老開花の新しい一手の可能性も、アヤトや行く空きはサイフォスあれば持たせたいですね。なければ普通に通常ビルドで、1枠くらいを熟知にすると良いかも。単体への火力が落ちることになるので、そこは敵と相談かもしれません。長所を伸ばすか、短所にも対応をしやすくするかの二択。ナヒーダの枠をカーベやアルハイゼンにしてガチガチに中段耐性上げるのもいいかも。カーベの耐久力は凄まじいから試してみてほしい。あとは、ここみかバーバラ。熟知森で運用すれば、開花ダメージを上げて戦えます。バーバラは移動式水付着、ここみ派定位クラゲなので、回復力が足りるならそのあたりは好みかな。ただまあ、バーバラの自身への水付着が氷マグーとかだと、鬱陶しいのでここみの方が安定的ではありそう。続いて背の編成。激化を試してみました。あんまり強くなかったです。薬術だと付着範囲が狭いこともあり、被災地だと集団戦においては厳しい感じがしました。この前の遺跡守衛が1体ずつ4回出てくるとかなら、まだいいと思いましたが。星5無突、星5武器なしで運用する場合は超開花でよくね感がすごいですね。あとは草に前提感がありますね。ナヒーダではなく中段耐性考慮の北斗も試しましたが。個人的にはやっぱり、アルハイゼンとかあれくらいないと激化は厳しい世界と感じた。編成は、セノ、薬術と来るなら、残りの2枠をやえ、北斗、ナヒーダ、フィッシュル、あたりから2枠が良いでしょう。あとは範囲と継続時間を考慮して、草主人公でしょうか。激化編成は凸してる方向けですね。行く空きの中段耐性のシナジーが強すぎて、基本は超開花でいいかと思います。続いてセノ超開花編成です。セノ、薬術、行く空きまでをほぼ固定として、4枠目に草か雷が良いでしょう。4枠目を草にした時の利点は、薬術の狭い草付着のカバーが可能に。一方で、超開花を裏から全く起動できないので、セノが爆発するまで超開花が起きません。雷を4枠目にした場合、セノ打つまでの途中で超開花を起動できます。セノの爆発を回しやすくなります。一方で、薬術しか草付着ができないので超開花頻度は大きく落ちます。一長一短でしょうか。一応12一応1分半程度で攻略は可能でした。行く空きをエランに、草主を北斗にした編成も試しましたが、ノックバックが結構厳しい感じでした。敵の激しい攻撃を考慮するなら行く空きでしょう。編成は、背の薬術を基本とするなら、行く空き草主人公あたりが無難な感じに。4枠目は、フィッシュルにすれば、ダメージ、チャージも配ってくれますが、超開花自体はだいぶ減ると思います。途中で行く空きの爆発が切れても薬術の余韻で、フィッシュルと超激化を重ねられる点は魅力。イエラン入りにする場合は、あんまり相性は良くないかもね。ノックバックをうまく回避できれば良いと思います。続いて、激化国性。激化補助の4枠目が数派だね。薬術の回復とシールドにより、雷バフをしやすくなりました。当たり前ですが、耐久力増えている分、火力落ちているように感じました。まあ、デフォルトが薬術の枠がナヒーダだったりするので仕方ないかなという印象。薬術は共感があれば共感つけると良いと思います。その代わり爆発はすごい重いので、チャージは結構優先して増やしておくと良いです。ちなみに薬術を共感から海染めにしたらタイムが10秒くらい早くなりましたが、明らかに、
耐久性が落ちてしまったのでケースバイケースですね。編成例の候補としてはこんな感じ。3枠目は、フィッシュル、あるいは八重は基本的に外せません。4枠目は、思い切って草ににしたりもいいと思います。草が雷を食いつぶす事故は、意識していないとあったりするので、いっそのこと雷に草にも良いです。4枠目に北斗はともかく、勝利を入れると逆術の意味が薄れるので、勝利入れるのはあんまりおすすめしません。続いて境界下の逆術アタッカー版。アタッカーといっても、表で殴ってるってだけですけどね。基本的には草にの方が使いやすかったです。正直ローテーションはできるだけ早く回したいので、行く空きは清風の方が境界下までが早いかな。祭礼連発ってするより、少し間を空けた方が、ダメージ的にはいいかもしれません。ちなみに、草主人公よりこれいって思ってしまったんですが、理由として、これ4突で熟知がプトバフなんですよね。逆術の殴りに少しでもいいから草付着が増えてくれるだけでいいので、逆術メインの場合は、少なくともこれ4突の方が使いやすい気はしました。ただ、爆発範囲が狭いのは気になるっちゃ気になりますけどね。逆術は放棄なので、行く空きをイエランとかにするなら、勝利とかシールドは欲しいかもしれません。集団耐性補助なしだと、とてもじゃないけどノックバックが辛すぎる。編成はこんなもんでしょうか。逆術が回復もできるので、忍ではなく雷電でもいいかも。4枠目は、他だと北斗とかいいかな。今回は逆術が表で殴るだけなので、4枠目が勝利とかでもいいと思います。まあ、草放棄というアドバンテージがありますからね。フィッシュルを入れる場合は、絶弦つけるとしても時計熟知でもいいかも。そこそこ境界化を起動するというか、オズの斜線に草幻覚あれば境界化するので。また、ナヒーだと比較して逆術の付着量は低いので、雷が下地になれば、それなりに幻撃化が発生して、オズの固有添付もある程度発動するはずです。このあたりは、はず、としか言えないのが残念なところ。ちなみに、行く空き、雷電、ナヒーダが一番強くなりそうですが、それって放棄かぶりもしてるし逆術いらなくね感はあるので、ナヒーダ入れる場合は、ナヒーダの方で殴って逆術は裏方仕事の方がいいと思います。最後、アヤト編成です。正直アヤト使うならエーランか行く空きをどうしても入れたい。あるいはフィッシュルですかね。ただ、逆術一人だと付着量があれだったので、サミにして、熟知染め八重とかの方がいいかも。ちなみに、フィッシュル版。やってみた感じだと、何回かして八重の方が早いタイムが出ました。ただ、安定してタイムが出るというよりも、例外パイセンさすがっすって感じで、行動ガチャが一番タイムに影響してた。結果としては、八重の方がタイムが出ます。雷電は、あれでした、アヤトと草主人公の組とかにすると、境界化というか、追撃が少し遠目で発生すると、手前の草幻覚は起動していなかったりがあったので、アヤトと雷電の組み合わせは実はあんまりなのではってちょっと思ってしまった。どうなんでしょうか。そして残念なお知らせ。結局忍が今回の螺旋12日表だと一番安定してタイムが早かった。逆術がヒーラーできるから、ハイブリッド八重や熟知八重、ハイブリッドフィッシュルを試したのですが、忍、お前がナンバーワンだ。八重は多分、スキル設置時間、フィッシュルは普通に起動範囲の狭さで差がついてる感じかな。雷電は普通にメンバー的に爆発へのバフもそんなに恩恵がないとかでしょうか。意外というか残念な結果でした。ということでね、あやと使うなら忍入り境界化が一番安定的に思えます。今のところ逆術は星4草たちの2枠目の草としてのキャラってイメージ。とすれば変わりそうではありますが、草1で仕事できるのは国政劇化くらいかな。ということで、アヤトは結果としてはこの枠組みでいいと思いました。少なくとも今回の螺旋12日だと、忍が安定してました。ということで、逆術編成動画でした。ご視聴ありがとうございました。